にゃお疲れ様です、マッピーです。今日は HP 上がってアタックちょい下げ補正ですね。で使っていくのがこれでございます。このクピレリアリーダーの代償デッキですね。クピレリアっていうね、これ何のコレクションだこれ、何のコレクション忘れたけど、出たんで、このボルトヒールね、新スキル使っていきたいと思います。 HP が減ってないほど雷撃上がって3600、減ってるほど3600の回復がね狙えると。でコンボがこれ減少してないほどの4000ということで、逆のライフバーストなんですね。なんで、まあ、リーダーの条件ついてるんですけど、こいつを使って速攻して、コンボも速攻向けということで速攻する、つまり代償デッキで使ってくださいみたいな性能してるんですよ。でただ今日みんなの HP 上がってるんですよね。一応代償の火力上がるんですが、ビーナでよくね、めっちゃビーナでよくねって思います。まあ、一応対面とか、その引きによってはこいつをね、スキル回復の方、ボルトヒールのヒールの方をね、狙ったり、ビーナーリーダーと違って10日のビーナをね、入れられたりっていう強みはあるんですが、まあ、ビーナでよくねって思いますね。ということで、とりあえず使っていきたいと思います。10日のアルピスなんかもね、アルピス10日おめでとうということで使っていこうかな。こいつは代償安くて火力もそこそこ出るということで、普通に強いんじゃないかなって思ってますね。で一応テンプレだとウンディーネとか入ってんだっけな、ビナリーダーの代償だとテンプレだとね10日のウンディーとか入ってるんですけど、まあこっちはビナ使えるし、あとこのねクピレイリアリーダーってなると火力が怖いんでね、イレミア入れましたね。イレミアも入れてみたいな感じで、こんな感じでねデッキ組んできたんでやっていきたいと思います。正直どうなん、ただ今日のせいはね、火炎とかもいる可能性あるし、そう竜の HP 上がってて火炎いる可能性あるのと、まあ、ワンチャン速攻竜とかいるんでね、あのなんかおせび見ててなんか速攻竜いるんで、その辺をね仕分けたらいいかなと思います。やっていきましょう。自信ないよ俺、代償デッキなんて全然使わないんで、正直本当に自信ないんですけど、まあ、デッキ自体はこんな感じでいいと思うんですよ。まあ、そもそもビラリーダーでよくねってめっちゃ思うんですけど、ほら来た火炎、これジョアンナリーダー、ジョアンナって確か竜炭だよね、てことは竜炭火炎なんで芝居ていきますか。よし、手駒悪くない、ボルトヒールしちゃいたいと思います。 OK、 そして今回この HP エクストラ HP いただいて今 100% 以上あるんでね、ボルトヒール最大火力でいきたいと思います。どうもススルです。毎日ボルトヒール健康生活ということでね、火力が低いビナでよくね、めっちゃビナでよくない、これなんか特殊罠とか打たれてたらね、クピレリアだったらなんか雷撃だから避けれますよみたいな顔してるけど、あと所定シールドとか避けれるみたいな顔してますけど、いや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 、それ考えてもビナでよくねってめっちゃ思うんですけど、さあ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 、まあ、これは相性取ってるんでね、絶対に勝ちたいと思います。絶対なんてないんですけどね。さあ、オッケーイケメン打ってで、あでもこれもあれだな、待ってスキル発動時の HP が減少してないとってことは、大きめの代償でやっちゃうと火力下がっちゃうっていう案件か。だから今のオーリックでよかったね。 HP7% 削りなんでオーリックの場合はね。さあまあでもちゃんと動きとしては代償デッキとしてみたいな感じで、その動きはちゃんとできてますね。動きはちゃんとできてる、成立してる、デッキとしてはちゃんと成立してますね。デッキとしては成立してますが、果たして強いのかどうか。めちゃめちゃボロカス言ってるけど、おっと、それは俺はクピレリアつなぎますよ、お兄さん。ああ、もうクピレ、ああ、待って、大きめの代償しちゃうとクピレリアのコンボ弱くなるっていう、今、ちょっとジレンマが発生してるんですけど、でも打ちます?打つのか、これ。でも、竜炭回って分かってるもんな。打つか。よいしょ。いや、竜炭回って分かってるからこそ、こっちから、ああ、まあ、いいか。さあさあさあ、火力らしいの?まあでも、いや、マカミ残しとくわ。マカミ残しとくわ。うん、マカミ残しとくわ。うん。さあ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 、これはアベルコンボで回復するんですか、回復するんですか、回復しないんですね。ってことはゴリッと削りに行きたいと思います。さあマカミあるんでね、これどっちが削れる、あーこっちですね。よいしょ、ゴリゴリ、なんなら飛んじゃいますよね。あ飛んじゃいます。あ、オッケー、お疲れ様でした。よし、まあ、マカミ OP ですね。あと透過したアロピスなんかも非常に強い。こいつ安いダメージで安い代償で高火力っていうのはいいですね。HP が16乗っかってないとかはあるけど、普通に談笑のテンプラになるんじゃないですかね。最近なんか、ミネットとかは見ないのか、ミネットとかね、入れてる人はこっちに変えたりするのがいいんじゃないかなって思いますね。あいつも強いんですけど、まあ今日の補正だと、HP 上がってるっていうのもあるから、固定ダメージのね、あっちよりはみたいなところがある。さあ、いきます。ちょっと水飲ましてもろって。がっつり今お風呂上がりでございます。シャワー浴びてね、昨日ジム行ってきて、いい汗をかいたんでね、シャワーでね、あれして、おっと、これは、ウィブサニア来たいですね。いらっしゃい、先行。
ウィーブさんに引きたいですよ。これ、初手 X 来るのかな。まあでも、これ、言うて初手来撃いきますよ、私。ほい。ほい。そうだな。もうちょっと火力出てよくない、あなた。もうちょい火力欲しくない。3600って。お前、リーダーで3600って。リーダーで3600って。って感じなんですけど。あと思ったのは、これ、代償で組んでるんですが、なんか、せっかくだから、その、ラウムシュットなんかも入れて、こいつリーダーで雷撃だしのラームショットの雷撃も狙えるようなこう転結くさびに頼らない雷撃デッキみたいなのもね考えたんですけど、俺ラームショット1体しか持ってなくて神タンで使ってるんで申し訳ねえけど、おめえを使う、おめえのためにラームショット投下にはできません。本当にごめんなさい。さすがにおめえのためにそこまでできねえ。お、安い入れ宮からいきますか。さあ、安い服、この 1% も予断を許さないこのライフバースと逆でいきましょう。よいしょ。 1% もね、1% も俺は油断を許せませんよ。油断しません。さあどうする。ダーシくさび出してきた。そのダーシだーるいしゃ、ダーシだるいしですけど、はい、オッケー。座吹非常にいいですね。ここはよいしょ、ダーシの上からぶち倒したいと思います。座吹打ってまあ、最悪ビナもある。まだなんとかなるかな。まあ、ダーシェか。ダーシェってことは金馬も入ってないって考えて。まあ、ビナだな。相手のビナとかは怖いところなんですけど。おっと、くさびさらに生やしてくると。草生えた。あはー、草生えしてくる。うわ、盤面草だらけ。盤面草だらけですわ。いらっしゃい。OK、イブサニア OP。OP イブサニア行きますか。はい。よいしょ。いいですよ。非常にいい。コンスタントに火力を与えて相手のくさびは召喚はもうないとなると、俺のペースに持っていけるんですか。これ俺のペースに持っていけるんですか。相手言うて盤面的にもなんか置くところ微妙じゃない、微妙な気がするよ。リフィールのコンボあるけど、どうするんだ、どうするんですか。悩んでるね。まあこっちビナとかもあるし、陣雷吐き出したらビナで守れますよ。オッケー、それは美味しい。オッケー、そこで防衛に振ってくるのはありがたいですね。で、ここは、いらっしゃい。ハーティアール。手駒代償しなくても火力出せる感じの駒がいい感じに揃ってきてるんで、まあ、ハロメ打っときますか。よいしょ。よいしょ。ただ次、ビナ編置きが微妙なところかな。F に打たないとってなって、このリフィエルが鬱陶しいですね。おっと、ザブコン許容してくる。ザブコン許容してくる。ザブコン許容侍。あ、マカミ。これ上から、うわ、上からマカミして。はい、上からマカミいきまーす。上からマカミ、ライフバーストもいけ。よいしょ。OK、気持ちいい。これは行くしかなかった、さすがに。まあ、マカミじゃなくてもワンチャン飛んでた。いや、でもマカミめっちゃ強いわ。さあ、ウィブマカミ、いいですね。まあ、ビナでよくねって毎回思うけど、デッキとしては成立できてるな。デッキとしては成立してんな。まあでも10日ウィブ使え、10日ウィブじゃねえわ、10日ビナ使えるっていう強みをね、頑張って生かしたいよ。意外とこれあれだな、ビナミラーとかになるとスキル回復とか狙うみたいなこともできなくも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 ないかもしれないな。ありかもしれないよ。ということで、代償ミラーとか起きてくれませんか。それか、私と同じこと考えてるクピレディアリーダーの代償デッキ使ってる人いるんですか。いてくれたら嬉しいな。なんなら竜デッキ来いや。マデッキは、あ、でも、あれだな、あのデッキなんだっけ、あいつ、名前出るごめん。メルベユール。オッケー、暗流も相性良き。メルベユール。メルベユール対面だといいかもしれないな。あとこれ、暗流対面、あれだな。3600の方がさては火力出せる説ある。あえて 17% 削りでしょ。あ、でもそうでもねえな、そうでもない。ごめんなさい、お疲れ様でした。全然3600なんて、うんちみたいな火力なんで、関係なかったですね。まあ、一回ここは、まあ、X いっちゃっていいですか、自分。X いきまーす。これでヒール。ちょっと待って。お前、ヒール要素ないぞ。ヒールしてない。ただ3600出してるだけ。なんだ、こいつは。めっちゃボロカス言ってるけど、本当にビナでよくねって俺はずっと思ってるよ、今のところ。だからこそ、この対面で10日ビナを引いて、進化ビナだったら、このビナ使えなくて勝てなかった、ピエンみたいな試合を見せたいですね。さあ。さあ、ピエンしたいよー。これ、C5 行くんですか、行っていいんですか。安い代償誰ですか。あー、なるほど。イレミアが一番安い。さっきも見たな、これ。イレミアで繋ぐみたいな。1% も俺は無駄を許さない。よし、余談を許さない。で、今日は竜のアタック下がってるんで、マジで勝ちたいよ。で、ランタイム引いてないと。さあ、呪いダメージも入れて、やめろ。よし、鱗引いてない。これはモルタ。これはさすがに勝ちますよ、私。
お待たせしました皆さん、代償の OK 代償パレード開幕でございます。呪いぶちかませ、乱体は引いてない。でも油断はできないですよ、油断できない、油断も予断も許さないよ。どうでしょう、めっちゃ悩んでるね。大きめの捕食でイモルか、おっとロンレイ、いやこれつなぎてえな、さっきと同じかやつやる。直列つなぎいくか、直列つなぎいっていいですか、直列つなぎいきます、よいしょ、直列いきまーす、よいしょ、オッケー、メス入れまーす、軽く入れまーす、呪い入りまーす、オッケー、ランタやめろ、よし軽く入れてあげて、さあ生半可な捕食だったら俺は上からマリコするよ、生半可な、あはー生半可じゃねー、半端ねー、半端ねえ捕食来たわ、半端ねえ捕食来ましたね、生半可どころか半端ねえの来たわ。待て、それはちょっと事情が変わってきた、事情変わりましたよ。どうしましょう、E サインフと3枚返し繋がって、C1 かな、 C1 行くしかないな、ただこれ次打つとこなくね、ちょっとやばくね、まあ、一旦これでちょっと様子見て E6 打たれて、おーちょっと話変わってきた、それ生半可の捕食じゃねえ、ただ相手もこっから耐え切らないといけなくて、 S 捕食切った後だし、俺のペースに持ってきたいけどな。ガランナイス、そのガラン非常に強い。あーこれ B3 行くか、 B3 行って 1.7 倍3枚返し、まだ耐えれるよね。あマカミ引いていく、マカミ引いていくのは激アツで、ここはどうしよう、 E3 行くか、 E3 ありだな、 E3 あり、イリニア E3 な気がする、取られて英語マカミでぶっ飛ばすみたいな、それで行くか、それで行きましょう。ライフバタずにね、もうここも俺代償しちゃいますよ。今日アタック 0.9 だしな。あの、オーラ引かなかったら耐えれるはずなんで。マジでやめろ。よし。ちょっと心臓悪かった今。さあ、呪い入れて。で、これイリニア取ってる1枚返しだったらマカミ圏内に入るはずなんで。どうするよ。これビナだったらもっと楽に削れてんだろうな、ね、ちょっとビナだったらっていうのに頭を支配されてるところはあるな。俺はマカミでぶっ飛ばすよ。どうするよ。お、ライフォート。大きな大きなライフォート。大きな大きな捕食。しかし、我が手駒にはマカミあり。よし。よーし。ビーナスしせども、マカミはしせず。よーし。今ね、深い話の、あのレバーがあったら、俺今、真っ先に手前にレバー引いてますね。深いって確か、あの、前に、てか、深い話って今やってる？ちなみに。俺、最近全然テレビ見ないんですけど。ちょっとググろう。深い話って今やってる？よいしょ。あ、やってるわ。やってるね。てか、これすごくない？ 2008 年からやってんだ、深い話って。ずっとやってんじゃん。やってんね、やってるわ。深い話って。今誰が司会やってるんだっけ、今田さんがやってるのかな、あ、そういえば今田浩二さんって、俺、今田浩二さんに小学生の時に会ったことあるんですよ。っていう話、この間配信でしたんですけど、めちゃめちゃいい人でした、本当に。まあ、気になる人はまた今度ね、あの配信俺やってる時に、その話気になりますって人は、ぜひね、コメントよろしくお願いします。さあ、来ましたね、マフェリー。さあ、これどうする、ボルトヒールの方狙ってもいいよ、引きによっては。これどうする、ヒールの方を狙う、ヒールの方を狙ってみるか、ちょっとせっかくなんでちょっとそれ狙ってみっていいですか、せっかくなんで俺ヒールの方を狙いたいわ、これマフェリ対面のこのヒールの方をね、ヒールの方を狙っていけたら意外とヒールになるんじゃないですか、ちょっと俺ヒール狙うわ今回、せっかくなんでね、うわうわー、ツバイクフンと犬のフン来た、犬のフンこれ誰に来るの、ちょっとよしよしよし、いいとこ行った、さ、くっせえな、くっせえくっせえ、犬の糞来て、よいしょ、でもね、そのワンちゃんって、やっぱワンちゃんってそういうとこ含めて愛嬌よな、俺そういうとこ含めてワンちゃんの魅力だと、おーい、いや待て、これはヒールゲーだな、こっからフェリア撃たれて、あーウィブ OP、 これ C6 ウィブ行きますわ、で右上 X ぶちかましいの、俺はヒールを狙うからな。ヒール狙うからな。
見とけ、フェリアでちまちま削ってる。俺もシューマヒール、ただこれコンボライフバじゃないっていう。これヒール狙ったら狙ったでコンボが後々うんちになるんですけど。さあこの宮川大輔を尻目に、おー我慢できなーい。まあでもこのヒールが、ヒールちょっと狙ってやるわ。よしよし、いいよ、この1172回復が世界を救うと信じましょう。で俺にはビナがある、僕の背中にはビナがある。さあこれ C に来るよね、 C に来て、あ、そっち来るんですか。これも D5 ぶちかましてますよ。 D5 ビナぶちかましてよろしい気によるけど、よしよし、ブリ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 、もうこのマカミです。こんなもんマカミブリブリゲーミングして OK、 ブリブリザイモンで、これロックからバイセ出せます。おし、これはどうだ、これどう、なんか引き強で勝ってる感あるけど、いやもう それにしか見えない。おお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 おそこまでする、そこまでしますか。待て、これまだ飛ばなくね、バイセ、バイセこれどんぐらい出るんですか。あ、まだ飛ばないですね。じゃあビナ打つわ、じゃあビナ打つわ、もうこれで負けない、あもう負けないです、あもう負けない負けない。あーでも1個言っていい、これビナリーダーだったらこの時点で終わってますね。ビナ打ってね、負け筋ないとかじゃなくてもこの時点で勝ってますね、ビナリーダーだったら。まあ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 、まだもうちょっとだけいきますか。でもちょっと待って、普通に勝ってるな、なんかデッキと今日引き強ない。オッケーオッケーオッケー、じゃあバイスいきますか。これビナでよくねっていうタイトルになるかどうかもしれない。まあいいや、いつか使える日が来るかもしれない。でもあれだな、今日の補正だからこそビナがさらに生えてるみたいなところあるな。相手 HP 高いもん、だから HP が低くて代償をやりたい人はありかもしれんな。HP 低い補正だったら強い気がする、なんとなく。うん、まあ代償自体が強くなくなるから、なんか構築とかもうちょっと変えて HP 低いやつで、なんかあれだな、パーセンテージ代償じゃなくてミネットみたいな固定ダメージの代償だけが、代償うまいことちょっとこうデッキにたくさん入れてみたいな。うん、 HP 低い時だったらいいかもしれんな。今日これ使うの、さては失敗。さあ今のところ俺の深い話のレバーはまだ手前に下がったままですね。ここから前に上がる時が来るんでしょうか。来い、おっと、いやこれどうなる、先行なのか後攻なのかで話は少し変わってきそう。こちらが後攻、エルロージョーク打ち込まされるのか。さあどうする、この対面ヒール狙うんかこれ。いやー、でも後半ヒールしてもかなるな。なんとも言えねえ、これどうしよう。いやちょっと俺もう一回ヒール狙わして、お願い、ちょもう一回ヒール狙う。で相手の特殊罠はバイセで回収できるんで、ちょもう一回ヒール狙うわ、俺せっかくなんでね。ただコンボな、ヒール狙おうとしたらコンボ弱くなるっていう。これさ、ボルト ヒールいらんくない、もうボルトリーダー条件でボルト4300とかでよかったくない、そういうのでよかったくない、これ なんでヒールにしてコンボちょっと中途半端にしちゃったの、その発想は何。まあいいや、これはもうハラミいきますか。よいしょ、俺もヒール狙うからな。ほら、いいよいいよいいよ、エーゴマだけでも削れている。ただ待って、ヒール狙うならこれエーゴマ、ちょっと待って、これヒール狙うならさ、これじゃなくてよくね、あのフィリーナでよくね、ちょっと待って俺気づいてしまった、ヒール狙うならこれフィリーナでよくね。なんだこの、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。いやいいよ、俺ヒール狙ってやる、ここまで来たら、もうここまで来たらヒール狙ってやるかな。ちょっと待って、普通にきつくね、マンドラから普通にきつない。俺もウィブザニアとか引きたいんですけど。いや、ただ、これ10日ビナとかまだデッキに残ってるからね。10日ビナ残ってますよ。ね。待って、ヒール狙うならマジでフィリーナで。うわ。あ、ウィブ引いていく。いや、これは俺ウィブから行くよ。だって今ヒールしても勝てなくね。だってコンボ弱いしな。今ヒールしてもどうせ勝てないと思うんで、俺ちょっとギリギリまで攻めていきたいと思います。ギリギリまで待ちます。頼むぞ。ただ S3 枚切ったよ。ワンチャン耐えてください。お願いします。耐えろ。おっと。ああ、これはヒールですね。これもヒール。ヒール不可避ですけど、さあ耐えれるんでしょうか。
まあ、イブであいつ回収できるとしてロックされてバイス出ると、まあ、でもこれヒール回避ですね、さすがに。ここでヒール打たなきゃいつ引くんですか。ここですね。あー、ミサトだったね。これ失敗か。ただあー頑張ってヒールして、144うんち、ただ3449回弁。さあ頼むぞ頼む、これ頑張れ頑張れ頑張れ、守護コンボを乗り越えていけ、頼む。うー、頑張れ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 、ロックくんな、やめろーやめろー、ロックくんな、やめろー。ハロベカバイセン来たーい。いや、悩んでるよ悩んでるよ、エサさん巻き入れましたよ、あなた。さては引いてない。おー、ロック来たー。これバイセンだったらさすがに飛ばなくない、飛ばないなー。うわ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 、待って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 、これは飛ばないですね、飛ばないですよ。削るしかなさそうだな、これはもう、うん、もう本当にここで引いてないのに、ただ今バイファースト引いてないの、これで分かったんで、ね、これでファースト引いてないの分かったんで、ね、ワンチャンワンチャン、マジでマジでワンチャンある。あ、お疲れ、え、今引いたもしかして、これな。いやいやいや、ここなんだこいつマジで。いや、まあまあ、ちょっと俺が使う補正ミスってる感はあるけど、まあもう一回いきますか。でも言うて4連勝ぐらいできたんでね、4連勝できたんでね、うん、まあちょっとだけレバー前に押してやるわ。今の頑張った、いいヒールだったわ、いいヒールをしたわ。ただあれミサトだったんか、今日の補正ミサト入るんか、俺マイティとかだと思ったわ、マイティとかリリティとかどっちかだと思ってたな。バイス、結果的にバイスよ、シーチつなぎで良かったっぽいですね。まあ結果論なんでしょうがないんですけど。まあ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 、まあ、でも確かに今のは相手のミサト良かったですね。どうせヒールするやろお前みたいな顔してたんでね。さあ、もう俺ヒールしないかんな。だってヒールしたら、ヒールしたらフィリーナでよくねって思ったもん。俺も本当に思った。フィリーナでよくねってめっちゃなったわ、ヒールした瞬間。いやもうやっぱこれあれだよ、リーダー条件にするんならスキル雷撃をもっと火力高く出せるようにした方がよかったな。これヒールの部分マジでいらん、マジでヒールの部分いらん。これ4000、もう雷撃4500減れ、自分の HP があればあるほど4500に近づくぐらいでよかったよ。え、それだったらビナ使わないんかな。4500やりすぎた、さてやりすぎ。まあ一回こっち行きますか。さあ X ぶちかまして、んー、またグノーとか撃たれるんですか。俺嫌ですよ、俺嫌ですよ、もうグノー見たくないよ。地獄のような未来はたくさんよ。やめろやめろ、グノやめて、グノ禁止で、宮川大輔やめて、やめろ。いやでも悩んでるってことは宮川大輔ないな。さあロックされてもハーティーあるが来るよ。よし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 、まあ、ちょい痛いけど。でこれフェリアのコンボ繋がせたらまずいんで C2 から行ってあげまして、おお、そこバイス出ちゃうんか、ちょっと絡みあるけど、まあここ繋いでよろしいでしょう。3枚返しのフェリア若干痛いけどね。よいしょ、 OK、 メスメス、俺はブラックジャック。まあ、これ3枚フェリア来るか、さすがに。まあ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 。あ、来ないのね。オッケー。これは、これはバイセの火力残ってくれるんでありがたいんですが。ザフキあるからこれつなぐか。あー、ウィブ引いたんなら C6 ウィブいけますわ。素直にいきます。よいしょ。ほい。あと E3 のこのハローカードのコンボが弱いんでね。そこにも付け入りたい。さあ罠打たれたらどうしようかな、すぐ回収はできますが、うわ普通に強い、シンプルに強い、シンプルに強い、そいつはシンプルに強い。ただ手駒によるここの引き、よいしょ、リニアか。ここ俺ハロメから行きたいんですけど、ザフキ持ってるんでハロメから削って取られても角ザフキでイモれるみたいな。相手もアビス打ってるからちょっとここは代償しにくいですね。あ、だだこれ B3 来るんかな、 B3 来たら嫌だな。でもウィブ持ってるから2手飛ばしワンチャンいけるか、 B3 来る場合は。イリニア打ってからみたいな。おーおー、これはもうザフキ深いですね。さすがに、さすがにそのリリティエに対して特殊ダメージぶつけたら俺死ぬ未来が見えた。まあ、ザフキ打っといて次飛ばせると思いたいよ。よいしょ、マイティだよな。オッケーオッケーオッケー。さっきみたいにミサトとかだったらねちょっと後悔するんですけど。さあここから2で飛ばせるんですか。頑張ってください、お前ら頑張れ。8090にはさすがにきちいぜ。けどここにザフキ打ってる以上は
ここのターン右下 X 普通にやばいな。これ右下 X 来なくてなんか E1 とかでイモってくれたらいけるんですが、そんなにさすがにそこまで甘くないよ。ああさすがに甘くない。オセロにはそんなに甘くない。これなあ、サタン耐えれるかな。うわ、こういう時ビナ出させてくれないんですね。あなたビナ出させて欲しかったわ。これさすがに飛ばないよな。4000、無理だな無理だな無理だな無理ですね。無理です無理です。ただマイティのコンボはザフキで防げる。これワンチャンない。相手もロック全部切ったで。これサタン3枚とか来なければいけるで、いけるで。少んな、サタン禁止で、禁止、サタン禁、ああ、お疲れお疲れ様でした。もうさよならさよなら。まあ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 、いやでもどうなんだろうな。マイティだったからザフキ打たずに先に代償打ってもよかったんかな。ちょっとビビりすぎたかな。先に代償打って HP ちょい残りからサタン耐えるところまで行ってロックされても勝つみたいな状況まで持っていこうがよかったんかな。いやでもこれさ、言っていい、これ初手ビナだったら勝ってる説ない。あのさっきの代償の時点で飛ばせるみたいな。OK もう分かった。これも深い話のレバーはもう手前ですね。さては別に、別にだな、このデッキ。さては別にですね。普通になんか他の駒で勝ってる感あるわ。さあお願いします。ここ HP 高えな。これ神駒絶対減ってんだろ。あーどうしようかな。だってヒール、ヒール狙うのな。いやでもこれビナ引いてるぞ。ついについにリーダークッピレーリアが活躍するときが来たかもしれん。これビナ引いてるわ。よく見たら、よく見たらビナがいる。どうする。いやヒール狙わない。ヒール狙ったら相手の思うつぼよ。俺はあくまで火力出す。ただこの573の回復が世界すぐかもしれない。この砂粒みたいな回復力が世界を救うと信じましょう。ただこれショート X 打ったことによってこっちがまあ代償の類っていうのはもうバレてますね。さあおっとやりやがったな。いやこういう時、あーでもショート X これあいつでよかったっぽいな。これインヤーでこっち行きますか。ワンチャン発動 しないみたいな未来を目指して。おお発動しなかった、特殊じゃなかった。オッケー。だが相手のペースであることに変わりなさそうですね。まあビナ引いてるんでこのビナで初見殺しできれば OK。 このロック美味しいよ。よしこのロックはさすがに美味しい。でよし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 、アロピス出る。これアロピスとイリニアちょっとあれだな。アロピスプラスってイリニア優先的に出せる方がいいかな。代償安いから。よしメスメス入れて、さあこっからだな。罠相手レニアド切ってるでしょ。オッケー、夏ブラね。夏ブラ美味しいですよ。さあここぶちかまします私。ふい、メーティスでいいですね。メーティスいきます。安い代償からいってあげて。オッケー、安くてもうコスパ重視。オッケー、コスパ重視でしばきます。いいよ、9785見えてきた、ゴール見えてきた。でビーチから撃たれても俺はビナあるんでね。ビーチでダブコン組まれるでしょ。これビナでイモるぜ、ビナでイモるぜ。どうよどうよどうよ、考えてんだ。よし、ただ待て、相手もビナ持ってる可能性あるのか。これ怖くね。ふ、待て、ただそいつ撃たれてるでしょ。考えろ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 。これ出が耐えれるん、今日出がアタック低くて4枚返しでしょ。アタックがあれぐらい低かったら、あー耐えれるな。よしルキア切った、ハロメからいきますわ。これデカ切ったら俺の勝ちなんで。まだビナ切らないよ、相手がビナ切ってから俺ビナ打ちます。ここ4万円でが耐えれますわ。俺の計算正しかったら耐えれます。これは毒含めてまだ耐えれますね。今日アタック低いし、4万円でが普段が 1.728 倍だと5400くらいで、ね、今日はアタック下がってて5200くらいで考えてるみたいな感じでね、しっかりこれで耐えていき、ビナ打つ暇ないあるんですかこれ。待て、これ、C1、代償込みで C1 飛ばせるんか。いや、これビナ行くか。待て、相手からここビナ打たれたら死ぬ F5 とか。ここ中途半端に悩みどころなんですけど。
これ待って、飛ばせんのか、わかん、4400、あー待って待って、わかんないわかんないわかんない、うわわかんねえわ。ってことはビラ打ちましょう待って、 F5 ビラ怖くねこれ、大丈夫、よいしょ、リーテ回収して、さすがにこれ4枚耐えれるんで、よいしょ、で3枚返してちょっとでも軽く出してあげて、いや言うて F5 ビラ来ても上からマリコできる、上からマリコしたい、待って待って、今のちょっと計算間に合わんかったわ、間に合わんかった、相手からのビラ大丈夫かなーとか頭の中でちょっとよぎっちゃった、まあ相手6切ったんで、まあビナ行くしか、ビナしかないでしょもう、これ4枚エネがさすがに耐えれますよ私、え待って耐えれるこれ、あ、オッケー、4枚エネが来る、さすがに俺耐えれますよ、さすが、あ待って、どこが乗せた、どこが乗せた、やべ、ふうふう、あさすがに大丈夫か、うんビナせ、よしこれはビナの活躍、よっしゃー、ビナ活躍した、ただ C1 で飛ばせてたんだらミスだな、まあ言うて C1 あれだな、右上 X がリリーシャっていう奇跡の負けがあるかもしれないんで、一応ビナ打ってよかった説はあったんですけど、最後の最後でこのサブビナが活躍してくれたんで、まあ許してくださいってことで今日はここでおります。まあちょっと残念な感じでしたね、思ったよりは。ただ俺思ったのは構築もうちょっと変えてみたいですね、これ進化のウィブ入れてラウムシュットも入れてみたいな、なんちゃって継続与えつつヒールも狙いつつみたいなデッキとかね組めたら面白いかなって思うんですけど、あのラウムシュットちょっと使ってみたいんだよな、このデッキに軽くめっちゃ低そうなんですけどねということで、まあ、また今度なんかそういうのね思いついたらやってみます。ラウムショット2体目当たったらね、当たってみたらみたいな感じでいろいろ考えてまた今度ねやってみたいと思います。ちょっと代償軸で組むのもねデッキとしては成立するけど、やはり俺はビナリーダーでよくね感がありましたね。てかビナリーダーでよかったですね、今ビナで守って勝ったみたいな感じ、そんな顔してるけど、よく考えたらこれビナが代償の S 代償だったら C1 で飛ばせてるんで、リリーシャ上からでもなんか飛ばせてるみたいな雰囲気あったんで、クリスとかだったらね、なんでまあビナでいいかなって感じですね。ということでよかったら皆さんもビナリーダーで代償デッキ使ってみてくださいということで、このデッキね一応紹介しておきます。まあビナ持ってない人にお勧めできるかもしれないですね。ということで、そうビナってやっぱみんなこっち使うんで、2体目のビナ持ってない人ってね意外といると思うんで、そういう人にはまあお勧めできるかもしれません。ということでよかったら使ってみてね。また次回お会いしましょう。この動画面白かったら高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、ミルダムのフォロー、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。